はい、こんにちは、スプラートゥーンのめちゃんとメロちゃんです。こんばんは。こんばんは。はい、ということで今日はね、国際結婚あるあるなんだけど、うん、よくやっぱあるのは遠距離だよ。それは一番の問題だと思う。それまあ、その時にどうやって、なんだろう、別れずに続けられてたかっていう、うんうん、っていう話をしたいと思います。うん、まあ、これを見たらなんか遠距離恋愛になんか助けになったらと思います。あの、よく連絡する、ま、電話とか、メールとかね、メールとか、そう、それは大事。あ、1日1回は話せてるね。そう、3分でもちょっと忙しいから、3分でも電話でコミュニケーションをしてた。そうだね、それかメールとかなんかで、はい、そしたら、まあなんか、うんうんうん、いつも、まあ感じるっていう、その人いるって感じる、うんうんうん、はいはいはい、わかる。あ、まあ自分のこと、好きなこととか、もう、うんうん、やっていく。で、ベロがやったのは日本学校に行く、水泳習う、運転免許証の学校に行くってことで、うん、なんかやりたいことをやることで、なんか寂しさ、まあ、自分がやりたいこと、そうだね、に集中することで寂しいって思う時間が減った。減った。俺がしたのは、あの、これ買ってきた。これ買ったんだよ。これを買ったんだよ。何やその、あの、誕生日プレゼントだけど、そうそうそう、私は寂しい。そう、いなかったね、半年ぐらいいなかったね。ならないため、そう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 ね、そしたらいつも一緒にいてくれた。はい、ということで、まあ、少しでもなんか参考になったら嬉しいと思います。やめてやめて、まあ、やめて、あやちゃん。はい、ということで、楽しんでもらったらチャンネル登録と高評価とコメントお願いします。アディオスアミゴー。アディオス、ありがとう。